木八初登場、木山裕策さんです。ホーム、晴れ渡る公園で不意に僕の手を握り返した。その小さな手で僕の身の丈を一瞬で包んでしまう。君がくれた溢れるほどの幸せとまっすぐな愛を与えられてるこの時間の中で、どれだけ返せるだろう。帰ろうか、もう帰ろうよ。茜色に染まる道を手をつないで帰ろうか。世界に一つだけ My Sweet Home。 不思議なことに君を愛しく思えば思うほど、パパのパパやパパのママに本当にありがとうって言いたくなるんだ。帰ろうか、もう帰ろうよ。茜色に染まる道を手をつないで帰ろうか。世界に一つだけ My Sweet Home。 いつもいつの日もありがとう。